んこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。今日ですね、前回ピカチュウ100連やった時に、あの連続ゲットしていれば色違いポケモン出てきやすくなるはずだったんですけど、一体も出なかったんで、今回は出るまでやります。時はの森がなんか連鎖しやすいっていうことが分かったので、キャタピーです。キャタピー色違いで来るのか、それとも本当に他のポケモンの色違いでパッと出てきてくれるのか分かんないんですけど、今まで私がレッツゴーで色違い出たのって2体だけなんですけど、連鎖してたのとは違う種類のポケモンなんですよね。なのでここはですね、ピカチュウの色違い期待夢は大きくですね、ピカチュウの色違いか、まあ、不思議種も出てくるところなので不思議種の色違いかを期待したいと思います。ピカチュウはちょっとあの色が濃いんだよね色違いだと。あとは不思議種は鼻がピンクじゃなくて黄色くなります。あとちょっとだけ色がね薄かった気がするんだよね。とりあえず連続だ。なんか出なくなっちゃった。普通の不思議種ですね。キラキラってしてるのがいないな。というかキャタピーすらいない。なんでこんな出てきにくくなるやつ。でもあのやってて勝手なイメージなんですけど、なんかポケモン少ないっていう時にちょっとレアなポケモンがパッて出てくる傾向がある気がするので、もしかしたら普通にいたそんなんじゃなかった。時間ポップかな、捕まえすぎてた。でまだね30、これで7匹目なんですよね。ピカチュウの時もだったんですけど、あの35体ぐらいいくとちょっとずつ不安になってくる本当にモンスターボール使っていいのかという不安になってくるので、途中でハイパーボールとか変えます。怖いもん、チキンなんで怖がりなもんで、 2,3 回こう出てしまった後はもうハイパーボールでサクッと逃げないようにだけはしながら捕まえます。いや本当チキンだよね、しょうがないなみんなどうやって百何十連とかしてるんだろう。モンスターボールだけ、いやもしかしたらもう全部ハイパーボールでいってるのかもしれない、わかんないんだけど、とりあえず危なくなったらハイパーボールにします。はい、だって逃げたら1からだもんね。そこはもうケチケチしないで使いますよ。で、あと13個だから最初の1投目2投目ぐらいまではモンスターボールでいいかな。なくなったらプレミア使いながらハイパーボール入れていこうと思います。で途中でレッサー切れたらもう買いに行くのそのまま行くんですけど、連鎖途中でもあの電源を落とさないでスリープモードとかのままであれば買いに行ったところで連鎖は途切れないですよね。確かトレーナーと戦っても連鎖は途切れないからいいんですよ。他のポケモンを捕まえるっていうのを間違えてしないっていうのと逃げられないこと、それを一番に考えて捕まえていこうと思います。いやまだ半分までいってないもん。39だよ、まだ40手前。ちょっとずつ少ないのはなんでなんだろう。なんか怪しいんだよね、なんか怪しいけど、一応ですね、時は登りの周りはぐるっと回って、まあ奥の方はちょっと面倒なんで行かないんですけど、この辺は見回りしながら捕まえようと思います。まあ、近くにいっぱい出てるときは多分ポップがそれしかいないと思うので見ないですけど、怪しいからちょっと見た方がいいよね。もしかしたら気づいていないだけでどこかで色違いが出ていた可能性もあるだよな。私一直線だからな。あーいたいたなんて言ってピカチュウガンガン捕まえに行ってたから、もしかしたらどっかに色違い出てたのかもしれないんですけど、まあ出てないと思うんだよね。最近
コルバット捕まえたばっかりだからな。だってこっちの子あんま出ないんだよね。なんで？あ、いたいた。ちょっと少なくなっちゃった。まだ全然。全然。半分もいってない。昨日のピカチュウの半分もいってない。まだ50いってないのに。少ないな。コロン使った方がいいのかな。レアポケはコロン出てきやすくなるのはわかるんですけど、色違いもコロンって有効なのかな。いや、なんかあんま変わんない気がするんだよね。そんなことない？あとちょっとなんか草の間で何かがキラキラしてるのが気になる。よく間違えそうになるんで気をつけます。もう少しでモンスターボールがなくなる。なくなったらプレミア、危なかったらハイパー。スーパーボール買ってくればよかったってちょっと後悔してます。一番安いボールにしてしまってる。これでやっと44でしょ。まだか。まだ56とか捕まえないと昨日の100匹までいかないんだよね。いないね。どっかにいないかな。キャタピー、あー出た。あ、色違い来た。うわ、出るもんですね。すごい。あ、これ連鎖すごい。ちょっと怖いけど、とりあえずあの金のずりのみでいきます。逃げられたらもう嫌だから速攻捕まえる。すげえ。出た。え、出るね。うわ、あの狙って色違い初めてなんですけど、すげー。え、この子育てよう。いや、どんなに悪くてもこの子育てる。でも連鎖かけてるから一応個体値はいいはず。びっくりしましたね。出たよ色違い。であのキャタピー連鎖してる時にミュウツーがレベル81になったんで、とりあえず見せに行こうと思います。ミュウツーマスターに強いミュウツーだって認められれば、あの戦いとかミュウツーはないっぽいので見せに行こう。とりあえず行ってみよう。何レベで、なんていうのかな、あの強いって言われ始めるのかわかんないんですけど、とりあえず1レベごとに行ってるとこです。80はねならなかったんですよね。もしかしたら80レベル以上ってことで、81なら認めてもらえるのかもしれないなと思って今来てます。どうかな。ちょかあのドガース多くない？連鎖してたから。ここあとミュウとメルタンもいたっけ。いた気がする。ミュウかな、メルタンの人もいたと思ったんだけど、まあいっか。とりあえずはあれですよ、このさ強すぎるっていう風に言ってくれればいいんだよね、きっと。頼むよ、もう81レベルだよ。ミュウツーマスターどう？あ、ダメっぽい。え、81でもダメ？これ本当に100まで持ってかないとダメなのかな。なんか80途中でいけた人もいたのかなって思って来てたんだけど、まあ、とりあえず81レベルはダメだっていうことで分かりました。しょうがない。もうちょっとミュウツーのレベルを上げたいと思います。なかなか、あーぶつかっちゃった。なかなか認めてくれないんですね。個体値とかではないとお聞きしたので、個体値じゃなくてレベルだと思ってきてたんだけどな、まあ、とりあえず82レベルとか83レベルになった時にまた来てみようと思います。
それにしても色違いポケモン今回出てきてくれたので、またいつの日にか近いうちにできたらいいですね。ただあの連鎖すごい頑張ってて色違い出なかった時には多分動画にはならないと思うので、また期待してお待ちいただいていると私とても嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Twitter もやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローよろしくお願いします。それではまた See you!